運行のシステムや保守管理などを含めると、自動車や航空産業などと同様、裾野が広い産業と言われるのが鉄道です。世界各地で今、その鉄道プロジェクトの計画が相次ぎ、鉄道車両メーカーがこの市場を狙って受注獲得競争は激しさを増しています。日本のメーカーも積極的に受注を狙っていますが、そこに立ちふさがるのが海外の強力なライバル企業です。受注をめぐる構図はどのようになっているんでしょうか。さらに今武器と考えているのが IT の積極的な活用です。イタリアで先月開いた事業説明会では、車両を IT によって進化させる仕組みをアピールしました。その一つが車両の異常を素早く捉える仕組みです。車両のセンサーでスピードの変化やブレーキの効き具合など走行中のあらゆる情報を集めていきます。小さな異変を見逃さないようにすることで、実際に故障が起きる前に修理ができるようになります。IT の活用には地元イタリアの鉄道会社も期待を寄せています。IT によって保守にかかるコストの引き下げを図り、市場のさらなる開拓を目指しています。ライフサイクルのコストでどう見ていくのかというようなやっぱりアプローチを今していまして、全体でですね、面積で見てください。成長が続く鉄道市場で主役の仲間入りを目指す日本メーカー。車両を納めた後の信頼まで勝ち取れるかが成功の鍵を握っています。はい、ここからはロンドンの栗原記者に聞きます。栗原さん、日本勢は中国と都市とを結ぶ交通をさらに充実させようという需要があります。でまた新興国でも経済成長に伴って大量輸送のニーズというのが高まっています。まあ、このため日本政府は世界各地に出向いてトップセールスを行い、シェア拡大に躍起になっているんです。鉄道は車両の部品や運行のシステム、保守管理などを含めると自動車や航空分野と同じように非常に裾野が広い産業です。まあ、それだけに鉄道市場では